どうもこんばんは。これ私普段愛用しているアイテムの一部になるんですが、ほとんど茶系のものになります。黒い色のものは礼服ぐらいしか持ってないんですよ。もちろん以前は黒いアイテムもたくさん持ってたんですが、まあ、例えば黒いレザージャケットだとか、まあ、もちろんベルト、靴、まあ、財布だとか、まあ、いろいろ持ってたんだけど、だんだん使わなくなったのには理由がありまして、そもそもまあ顔が地味なんですよね。で髪の毛もまあ染めたりしてないので真っ黒ですし、あとカミソリ負けしちゃうんで、20代の頃からずっとひげはトリミングだけなんですよ。だから武将ひげっぽい状態なんですよね。まあ、地味な顔で、まあ、黒髪で武将ひげ、これに黒いアイテム合わせると、なんていうかこう墨で描いただるまさんみたいな雰囲気になっちゃうんですよね。まあ誰から言われたわけじゃないんだけど、自分で鏡を見た印象なんですが、まあ、そういうふうに思ったんですよ。まあ、不機嫌な雰囲気が出ちゃうんですよね。なんか、まあ、思い込みかもしれないんですが、それでだんだんと黒いアイテムを避けるようになって、どちらかというと温度感のある、まあ、茶色だとかちょっと赤っぽい色や、あとオレンジ系のアイテムに置き換わるようになってったんですよ。少し印象を柔らかくしたかったっていうのもありましたし、自分でも明るい雰囲気になれるので、まあ、茶系のアイテムすごく気に入って愛用しています。ここに黒くて冷たいブツもありますが、これはアクション映画見るときに必ず手元に置いておくガスブローバックのエアガンです。これいじりながらジェイソン・ステイサム見るのが好きなんですよね。楽しいと思います。それではまた後ほど。さようなら。